今日が本来であれば江ノ城とか秋田から東京へ戻るピーク日でしたけど、ご承知の通り首都圏の方は台風で、あと今日はここに来る途中で白滝神社で来ました。久しぶりに。それが一回老朽化しましたですね、廃業しちゃったんですね。それを町の方では民間の払い下げということを考えて、募集がされました、八峰町から。それを受けた方で、八峰町出身の男性、建築関係の方ですけど、その方がこれを引き取ったっていうのを聞いてました。それが偶然ありました。ここに結構綺麗になってます。あのカフェとサウナがついてるんですね。これで、これ行ってみようって言うんでさっき行ってきました。現時点で正式な発表があるわけではないんですけども、能代市内の、こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は8月の16日金曜日です。今は13時を少し回った頃です。今年の夏休み、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ちょうどまさに帰省シーズンも、今日が本来であれば江ノ城とか秋田から東京へ戻るピーク日でしたけど、ご承知の通り首都圏の方は台風で、今日は新幹線とか、あとエアもなんかちょっと影響あって、羽田空港発着便に関しては秋田空港の分、それから大館の城の分、全部欠航となっています。いつも最近はこういうのが多いなと思いつつ、まあ皆さん無事に戻れればいいなと思います。ちなみにですね、夏休みって言いますと、よく見る光景は、おじいちゃんおばあちゃんが、お孫さん連れて、海水浴というのがよく昔からありました。うちもそうでした。ただ最近は、能代の方は、海水浴場がなくなっちゃいましたんでね。落合の方もなくなったし、そんなことで、今はもう、岩立とか、滝の間の方へ行くしかないという感じです。そんなこともあったんで、今日はですね、今日のテーマっていうのは、特にまあ決めてないんですけど、夏休みバージョンということで、今回は、能代の夏休み、お盆休みということにしておきます。そんなことで、今回は、海行ってみようということで、先ほど、どうだろう、昼過ぎぐらいに能代を出て、滝沼海岸を目指しました。ところがですね、滝沼海岸を通過してしまいましてですね、なんかその先の方へ来ちゃいました。まもなく秋田白神駅とが見えてきたんで、カナビの方に、はたはた館までこれ行っちゃうぞと思ってたら、たまたまですね、ここにね、これ発見したんですよ。サウナカフェ読みっこ、発見しました。これちょっと以前、新聞報道等で見てまして、これ以前は八峰町のですね、ゆっこランドっていう高齢者向けのコミュニティセンターと温泉を兼ねたものがあったんですけど、それが一回老朽化しましたですね。廃業しちゃったんですね。それを町の方では民間の払い下げということを考えて、募集がされました、八峰町から。で、それを受けた方で、八峰町出身の男性、建築関係の方ですけど、その方がこれを引き取ったっていうのを聞いてました。で、それが偶然ありました、ここに。結構綺麗になってます。カフェとサウナがついてるんですね、これ。で、これ行ってみようって言うんでさっき行ってきました。若い、方、鈴木さんという方がやられてる店で、とてもいい感じのカフェでした。で、さっきちょっとまあ、この中で、ご飯食べたんですけど、地元のこのカレーとかですね、あと、お魚が使った、サンドイッチとか食べました。で、これがですね、なんととても綺麗なとこで、窓から見る景色だけ見てますと、いかにも本当にどうだろう、鎌倉で、用事を済ませて、そこから海へ向かって下り、江ノ島に行く途中にですね、由比ヶ浜のカフェでご飯してるという感じなんですね。まさに、鎌倉から、鶴岡八幡宮をバックにして、海へ向かって、湘南海岸見えるところでランチしてると。そんな風景が撮れました。さっきちょっと一回試しにこう喋ってみたら、うまく音入ってなくて撮れなかったんですけど、まさに本当は能代から八峰町の方に来てるんですけど、とても綺麗な感じです。で、今日はとてもいい天気で、こんな感じです。今日は東京の方は台風で大変ですけど、能代の方はこんないい感じです。まあ、正しく言うと、能代山本ですけど、こんな感じで出ました。まあ、能代山本と言いますと、さっきこの中で
ちょうどランチし終わったんですね。日中の同級生の山本くんに会いました。吉野の山本くんに会いました。ファミリーマートをやられてる経営者なんですけど、偶然ここにですね、いて、吉野山本ライフの、収録をしていたら、吉野から来た山本くんに会いました。ぜひファミリーマートの方に行って、皆さん応援してあげてほしいと思います。あと今日はここに来る途中で、白滝神社に来ました。久しぶりに。子供の頃はだいたいこの辺の海岸で海水浴をしたら、帰りはですね、海の家とか洒落たものがなかったので、白滝神社の滝の下の滝そぼに入ってシャワー代わりにしたんですけど、まあ、それを思い出してさっき言ってました。まあ、よく首都圏に限らず、最近はクーリングシェルターってなって、そこでこう酷暑を回避しようという流れがあるんですけど、白滝神社の滝はですね、以前から天然のクーリングシェルターってあります。最近は結構一昨日までかな、雨が降ってたんで、とてもすごい水量で、豪快な滝を見ることができました。ちょっと触ってみると水もとても冷たくて、これはとてもこの季節いいなと思ってますんで、皆さんぜひまた、あれ、ほんで8月1日は、おみこしがこう、海に入る、すごいこう、勇壮なお祭りがあるんですけど、今日はとても、人も少なく、静かなクーリングスポット。いう感じでした。今日はこの後一回戻ってですね、滝の上の海岸に行って、ちょっと海のまた、風景を楽しみつつ、帰りは途中展望台で、もう一回この景色見て、それで後ろに戻ってみようかなと思います。ちょっとこれもね、向こう見ると、風車がーっと見えますね。綺麗になりますね。まあ、ああいった風車によるエネルギー産業の流れ、これを、まあ、自然の破壊だと見るか、それとも、むしろの新しい作業の目だと見るか。それはまあ、個人の感想なんで、まあ、微妙なところですけど、私はまあ、悪くないなと思って見てますよ、これ。そんな感じです。こちらは、業績不振で、クローズしました、むしろカントリークラブ。その、インコースのスタートですね。10番ホールが見える場所に来てます。ギリギリ敷地外から撮っております。本来であれば、指定客を入れまして、同窓会ゴルフコンペとか、いうのが多分開催されていたんだろうなと思うような、とても良い天気の能代です。現時点で正式な発表があるわけではないんですけども、能代市内の建設関係とか、そういった企業が連合チームを含めまして、この経営権の譲渡を含めた再建に当たっている、という噂を聞いてます。実際に見てますと、工事車両なんかも入ってますので、少しそういった経営再開の道を歩んでいるのかなという感じがしてます。ただまあ一方で、例の駅前の大百貨店の跡地を利用したホテル構想ですね。あれを手掛けようとしているチームと被っているという噂もあるので、もしかしたらホテルの方はちょっと後回しになって、こっちの方は優先なのかなという感じもしています。あくまでも個人的な情報のレベルです。現時点でこのように2階のレストラン部分を含めまして営業はしていないということです。というわけで今日は部屋を飛び出しました。八森の海岸から一言、好きなことを言わせていただきました。東京の方では大変な台風による影響を受けてますが、むしろも結構暑くてですね、今、32度あるんですよ。今日は秋田市では36度まで上がるということで、まあ、微妙に台風の影響を受けています。ただそう言ってもまあ、東京の方みたいに雨風はないので、ぜひまあ、首都圏にいる方は、安全第一で、十分注意して暮らしてほしいと思います。今、能代では宇宙イベントが行われてまして、今まさに競技とか実験がされてます。高校生500人、のしろ来てます。どこに泊まってるか心配ですけども。で、明日、明後日は一般公開もあるそうなんで、ぜひまあ一度、宇宙の街という、思考プランもあるようなんで、その一端が見えればなと思っておりますので、お時間ある方ぜひ、天気も大丈夫そうなんで、一度どうでしょうか、行ってみてください。朝内の方の第三堆積場がメインの会場らしいので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。まあ、いずれは、野球の今、甲子園やってますけど、同じように、
ロケットの世界では、ロケット甲子園というのができればいいなと思います。というわけで、今日は八峰町の方の海を見ながら、一言メッセージさせていただきました。いつもありがとうございます。佐藤でした。